ウーディネは、イタリア共和国フリウリベネツィアジュリア州中部にある都市で、その周辺地域を含む人口約9万9000人の基礎自治体。ウーディネ県の県都である。フリウーリ地方の中心都市で、トリエステに次ぐ州第2のコムーネ人口を有する。ウジネは、ウジネと発音され、日本語文献では、ウーディネのほか、ウーディネとも記される。 標準イタリア語以外の言語では、以下の名を持つ。ウーディネ県ほぼ中央部に所在するコムーネである。ウーディネの市街は、ポルデノーネの東北東約 46km、州都トリエステの北北西約 63km、ベネツヤの北東約 100km に位置する。ウーディネ県外略図隣接コムーネ隣接するコムーネは、以下の通り。ウーディネの地には、新石器時代から、 人々が居住していた。後にイリリア人が定住したようである。ハンガリーの伝説によれば、アッティラがアクイレアを包囲した際、陶器の中屯地を必要としたために、兵士たちに兜や盾に土を持って運ぶよう命じ、ウーディネの地に丘を築かせたという。この地があまりに平坦であったためである。アッティラはこの地に町を建設し、また四角い塔を建設したという。 西ローマ帝国が滅亡し、やがて、アクイレイアやチビダーレの勢力も陰りを見せるようになると、この地域の重要性は増すことになった。ウーディネの名が最初に記されるのは984年のことで皇帝夫2世がアクイレイアの壮大司教にウナム城を寄進している。アクイレイア壮大司教はその後、長くこの地に領主として臨むことになる。 1223年には市が開設されたことから、この地域で経済、公易上最も重要な都市となった。1238年に、総大司教はその居所をウーディネに移した。1420年、ウーディネはベネツィア共和国によって占領された。1511年の内戦では短期間ながら、一方の首都としての役割を務めた。その後、地震や、 薬病の被害もこむっている。ウーディネは1797年までベネツィア共和国の統治下にあり、同国、第二の都市としての位置にあり続けた。この地はフランスが短い間支配した後、1815年、オーストリア帝国の下でのロンバルド・ベネト王国に編成された。1866年、イタリア王国に編入された。第一次世界大戦中、 イタリア軍の司令部がウーディネに置かれ、戦争主とのあだ名で呼ばれた。カポレットの戦いでイタリア軍が大敗すると、この街はオーストリア軍の占領下に置かれ、その状況はビットリオベネとの戦いでイタリア軍が勝利を収めた後もそのままであった。第一次世界大戦後の1924年、新設のゴリツヤ県とウーディネ県とが合併して、フリウーリ県が設置され、 ウーディネがその主婦となったが、フリウーリ県は短期間で解体され、1927年には、再びウーディネ県が設置された。1943年9月8日、イタリアが連合国に降伏すると、ウーディネはドイツ軍の占領下に置かれ、1945年4月まで、その状況にあった。分離集落、ボールドサー、ビーボアーズ、キーベレス、コーマー、 カジグネコ、ジャーバサタ、ゴジア、ラヤパコ、モーリンウオーボ、パデルノ、パパロッチ、リッツィ、サンドメイニコ、サンゴータード、サン、オスバルド、サン、トリコ、ビラジオ・デルソール人工水位、ウーディネ大学が開学している。プロサッカークラブとして、ウディネーゼ・カルチョが本拠を置く。ウディネーゼは、1994年以来、セリエ A に所属している。 ホームスタジアムはスタディオフリウーリ。印を付したものは翻訳元に挙げられていた出典であり、訳室に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。